第十一週、二日目、発話表現。一番、昨日学校を休んだので、友達にノートを借りたいです。何と言いますか一、昨日のノート見てもらえる二、昨日のノート。 見せてくれない3きのうのノートみてほしいんだけど2ばんともだちがおみまいにきました。なんといいますか1 思ったより元気そうで安心したよ。2. 2おかげさまでだいぶ良くなったよ。3. 治ったからといって無理をせずにお大事にね。 番昨日のパーティーはとても楽しかったです参加しなかった友達に何と言いますか 1, 1来ればよかったのに 2, 2来てくれたから楽しかったよ3来るなんて思わなかったよ 4番友達がまだ使えるテレビを捨てようとしています。何と言いますか 1, 1いい加減なことをしたね。2かわいそうだったね。3, 3もったいないなあ